方にわざ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 駆けつけていただきました。皆様安倍総理でございます。そして衆議院岩手4立候補者の藤原隆でございます。これだけ多くの方々に冬の平日のお昼間に集まっていただきまして本当にありがとうございました。今回の選挙戦もこの皆様方お一人お一人の支えによってなんとかここまで戦ってこれました。本当に感謝を申し上げたいと思っております。有党の公明党の皆さんとともに非常に厳しい選挙戦を戦わせていただいております。そういう中で本日はお忙しい中安倍内閣総理大臣自民党総裁にもお越しいただきまして本当にありがたく思っております。その思い出がよみがえりながら選挙カーで回っておりました。非常に岩手の現状は厳しい状況にあります。選挙カーで回るとよくわかります。我々の地方は非常に厳しい状況にある。そしてこれを立て直していかなければいけないと思っております。この北上市も岩手県も若い人がいるんです。18歳までの若い人はおりますが高校を出れば半分くらいの人は東京に行ったり仙台に行ったりそして戻ってきたくなってもなかなか思うように地域に戻ってこれない地元に戻ってこれないそういう状況にあります。私の仲間でも東京で働いていて早く地元に戻りたい岩手に戻りたいという方たくさんいます。でも仕事がないうまく仕事がないそういう方がたくさんいます。こんなことを続けていれば我々の地方はダメになってしまう我々の岩手はダメになってしまう。だから変えたいその気持ちで立候補を2年前にさせていただきました。そして2年間地域のために頑張ってまいりました。ですので皆様方なんとかなんとかよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。頑張ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆様本日お忙しい中藤原隆候補のためにわざわざ駆けつけていただきました安倍晋三内閣総理大臣自由民主党総裁より応援の弁を賜ります。よろしくお願いいたします。北上の皆様おはようございます。安倍晋三でございます。今日はこの寒い中おさえながらわざわざ街頭にお越しをいただきまして藤原隆幹部このお気持ちで足を運んでいただきましたと厚かしく御礼を申し上げます。ありがとうございます。ただいま2年前皆さんのお力で国会に送っていただいた藤原隆さんから決意表明がありました。まだ若いです。いくつですか？31歳若いからコートを着なくても大丈夫すごいじゃないですか。そしてなんと昨日藤原さんお子さんができました。皆さん彼は少なくともこの選挙区の人口を1人増やしたんですよ。すごいじゃないですか。藤原さんのお子さんがこの地域で将来学校に通ってこの地域のために頑張りたいこの地域で自分はずっと暮らしたいそう思ってもらえるような町を作っていくことはお父さんの大きな責任なんだと私は思います。この2年間せっかく皆さんに通していただいたこの地域のために少しでも頑張りたいその思いでずっと走りまして汗を流してきました。例えば国道4号線まだ伊勢崎です。開発先の工業団地の入り口のところは渋滞がある。これなんとかしてくれ。でこれで若い藤原さん頑張りました。仲間を集って
これからは増水水から私のところにも来る。そしてこの10月とうとう着手をしました。来年度には完成するし、おそらく全線4車線化を目指して彼は頑張っていくと思います。まだまだ皆さん、しかし1年しか経っていない当選1回でも31歳ですから、まだまだ未来があります。この北上と一緒に育って、この若き政治家をどうか皆さんのお力で国会に送ってみますようによろしくお願い申し上げます。2年前、我々は自民党公明党政権に復帰をし、直ちに復興に取り掛かりました。民主党政権時代、残念ながら例えば高台移転、災害公営住宅、そうです、高台移転計画すらなかった、何にもなかったんで私たちもびっくりして、直ちに計画を作り始めました。その中で例えば藤原さんは計画を進め、用地を取得していく上においても、そのための手続きをもっと簡素化をしていく必要があるとの考え方で、都市収容のための臨時法を彼は頑張って出したんです。で、国会で根本当時の大臣に質問して、いい回答を得て成立をしていきました。こうした藤原さんが努力して作った、やっぱり弁護士だから目の付けどころがいいんですね。藤原さんが作ったこうした法律を活用しながら、何にも計画がなかったところから今高台移転は 95% すでに着工しています。災害公営住宅は 90% 以上着工しています。また仕事、なりわいも大切です。大船渡で木材の2つの工場が被災した、この会社は今度この北上で工場を作って北上の皆さんを雇って操業をしていく、これが決まったんです。操業上においても頑張っています。被災者の住まい、なりわい、こっからやっぱり復興していこうというこの藤原さんの努力がしっかりと我々自民党公明党の政策とともに今前に進んでいます。まだまだ復興は道半ばであり、今日もおそらく生活しにくい場所で寒い思いをしておられた方々がもうおられるかもしれない。一日も早く元の生活に戻っていただけるように、宇治原さんも私たちも全力を尽くしてまいります。岩手、そして東北の復興なくして、日本の再生した人の思いで頑張ってまいります。復興を進めていくためにも強い経済を取り戻す必要があります。2年前、この日本の景気を何とかしてくれよ、この声に押されて自民党公明党政権を奪還することができました。経済最優先3本目の政策、いわゆるアベノミクスと言われる政策を進めました。アベノミクスとは何か、それは企業の会社の生産性や競争力を強くして収益力を改善していく、つまり儲ける力を強くしていくんです。そのことによって雇用を増やし賃金を上げていきます。そうなれば消費が拡大し景気は良くなっている、この経済の好循環を回していくことによって長い間続いたデフレから脱却をして、そして国民の生活を豊かにしていく、そういう政策であります。簡単に言えば、私たちの経済政策は雇用を増やし賃金を増やしていくのがアベノミクスであります。あれから2年経ちました。雇用はどうなったか、私たちはこの2年間で100万人以上の雇用を作ったんです。宿題であった正規雇用もこの7月、8月、9月10万人増えました。民主党政権時代は3万人3年間減ってたんです。この3万人のマイナスから100万人という大きなプラスに私たちは変えました。有効求人倍率も22年ぶりの高い水準にあります。高校生、大学生、卒業して
仕事をスタートする内定日、それぞれ良くなっています。特に高卒の皆さんの内定率は 10% 以上良くなっているんです。今の段階で6割以上の方々が内定決まっている。高校生の皆さんに安心してお正月を迎えてもらいたい、この藤原さんの思いや私たちの政策が実を結びつつあります。雇用は間違いなくこのように良くなっています。では賃金はどうか。賃金を上げていくチャンスというのは1年に皆さん1回しかないんです。4月の賃上げ、春の賃上げしかない。去年の4月はまだ私たち政権についたばっかりですから、これは難しいんです。今年の4月が初めてのチャンスでした。私たちはこの4月のチャンスをつかむことができました。平均で 2% 給料賃金は上がったんです。連合の調査です。これは15年ぶりの出来事なんです。そしてボーナスは 7%、 24年ぶりの出来事です。またパートやアルバイト頑張っている方々の時給も、この時給は全国平均ですから、この社会的にはまだちょっと低いかもしれませんが、全国平均では1050円、これは東京にとって今まででは最高の数字になっています。間違いない雇用もそして収入も良くなっています。でも安倍さん、そんなこと言ったってなかなかこの北上ではそれを感じないよ藤原さんという方がたくさんいらっしゃることは我々はよく知っています。地域の皆さんにとって景気が良かったら、この実感を持っていただけるように、我々はさらにこの政策を進めながら、中小零細企業で働く皆さんもこの実感を感じていただけるようにしていくことが藤原さんや私たちのこれからの使命であります。そのためにも地域を応援をしていく、地域創生、これが最も大切な私たちの政策であります。それは上から政策を押し付けるのではなく、地域の皆さんの創意工夫を生かしていく、そういう政策なんです。地域にもたくさんいいものがあります。例えばこの地域にもたくさんの観光客がやってくる。観光客には北上とって言ってるんですか、これが大変人気。この双子里芋と北上牛を使って、よく知ってるでしょ皆さん、作ったこの北上コロッケ、会員のお弁当にはこれがおそらく入っていると思いますが、この美味しい食べ物とか、あるいはエサシリンゴというのがありますね。これは高級品です。お正月の発生で26個入りかなんかが100万円という値段がついている高級品だから、私はまだエサシリンゴは藤原さんからもらったことがない。こうしたブランドをですね、ついついと北上ブランドをもっともっと作っていく。でもこの販路の拡大や広報宣伝は大変ですね。それは国がちゃんと応援をしていこう、こういう形で地域の頑張りを国が応援をしていく。さっき例に挙げた東芝、4つの工場をあの時代に占める、この東芝が今度は3000億円以上投資をして日本に工場を作って、日本人を雇って雇用をして、そして日本で物を作っていく、こう変わったんです。あのキャノンも半分は日本でやっぱり作ろう、変わりました。トヨタも未来の自動車、水素エネルギーを使った燃料電池車、いよいよ未来という車がリーダーに並ぶ。この燃料電池も車体も日本で研究して開発して作っていこうということをこの前決めました。東レも韓国にどんどん拠点を移した東レが今度は日本でとうとう工場を作った。だから去年よりも今年ものづくりは日本への投資額が 12% も増えているんです。結果としてどうだったかといえば、皆さん倒産件数は民主党政権時代よりも2割も減ったんです。2割ですよ、続きの減ったんですよ。10月や11月は24年間で最低のレベルになりました。私たちは雇用を作り、倒産件数を減らして雇用を守っているんです。仕事で一生懸命頑張っていきたいなと思う女性にしっかりこの選挙から
国会に送っていただきますようによろしくお願いを申し上げます。藤原パス、藤原パス、四川藤原、四川藤原、藤原隆、四川藤原とよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました、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 どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、お待たせいたしました、藤原でございます、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ありがとうございます、寒い中大変ありがとうございます、はい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 、安倍さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様の願いを、皆様の願いを。はい、やりました。ありがとうございます。